第3位は。 他人を変えようととすすることです、はい、え僕らってね、やっぱりどうしても自分を変えるのって一番簡単というか、一番自分を変えるという行為がコスパがいいんですよ。成長するし、その後財産になるんで。ところが、自分のそのネガティブな部分と向き合わなくちゃいけないので、その変えるのはできるんだけど、向き合うのが嫌で、ついつい他人を変えようとするんですね。ところが、他人をうまく変えれたところで、それは相手にとってメリットにしかならないし、成長しちゃうから、相手がね。そして、ほとんどの場合、他人を変えるという行為は、とろうに終わります。はい 自分が一生懸命に他人を変えようとしてもですね、他人を変えるってすごくすごく難しいんですよ。はい。だから、一見他人をコントロールしたりとか、人の上に立ってる人とか、歴史を変えたような人たちっていますけど、彼らは他人を変えたっていうよりかは、他人の周りの人たちが持ってる行動を利用して時代を変えてるんですよ。だから他人は変えてないんですね、あんまり。そう。だから、他人を変えようとするって声は、基本的には無駄に終わることが多いですね。